どうもアップルです。前回に引き続き、青白カウンターの候補カードですね。候補カードを紹介していきたいと思います。で、最初はそうだな、超次元を前回紹介してないので、超次元も紹介したいんですけど、まずは候補カードの方から、でメインデッキの、候補カードの方から、言っていって、その後に超次元の説明をしたいと思います。超次元がさっさと知りたいという方は、現状のレシピのですけど、それをね、説明文に書かなくていいか 書かなくていいかな。あんまり超次元もね、本当に好み次第というところあるんで、あんまりリンゴさんのこれっていうのも押し付けたくないので、書かなくていいか そうだな。じゃあ、最初に紹介するここカードはこいつらですね。ドラグナーですね。これ入れるとすごくいいです いいですっていうのもおかしいけど、シャイニーホールが12と相性がいいっていう理由で、最初に、シャイニーホール入れて、今はね、最初っていうか、今はシャイニーホール入れてるんですけど、単体のスペックとしては、こいつらは、かなり高いです。まず4コストの、ドラグナーは、最強の装備カード、これをつけれるんですよね。プロトギガハート バトル以外で離れない。一回だけ。バトル以外で離れない。これ重要です。バトル以外で。なんで、こいつら対処する方法がバトルしかなくなるんですよね。もしくは、ミカドホールとかですね。マイナス系のカードですね。相手カードでしか離れなくするので、で、バトルで離れた場合は、今度、ワンダチューモーターズの効果ですね。ワンダーチューの効果で2ドロー1にすして、バイキンがまた出てくるとかいう状況になっちゃうので、そのために、そのためというか、その相性がすごく良いので、これとこれね、入れるっていうのがありなんですよね。で、この4コストだけのドラグナーじゃなくて、メタルアベンチャーから出せるエビデゴラス、これもすごく相性がいいんですよ。まず覚醒できるっていう条件がある。だからすごく、ビート手段が簡単に用意できるんですよね。で、ドロー効果もカウンターデッキなんで、手札はあればあるほど嬉しいです。で、こっちのね、メタルアベンジャー自身も呪文に選ばれないんですよ。で、呪文に選ばれないから、バトルで対処するしかないという状況にも、ならなくもない。普通のクリーチャーよりかは、バトルで対処されるっていう、パターンは多いと思います。なんで、ここら辺。4コストと6コストですね。5コストはちょっと選択肢が少なくなったり、通常の効果を持ってない、なかったりするので、あんまり、どうだろうなという感じなんですけど、特にね、4コストと6コストの相性はすごくいいです。で、このデッキね、特にサイバーチューン、悠久が入ってるおかげで、このサイバーチューンで、悠久を切れば、何回でも、サイバーチューン使えて、何回でもこっち覚醒します。で、カード時間入ってないデッキだったら、まずこっちの打点絶対消せないですね。これが全部打点になるので、10球取ったらこっちになって。で、2ドローして、もう一回サイバーチューン引いたらこれ。サイバーチューン以外にも、エマジェンとか、エマジェン2枚とか、バトルできる10球だったらエマジェンとワンダーチューンだけで、済みますし、バイキンが場に出ているんだったらエマジェン1回唱えて、なんだっけ。ミラダンテュールブか。ミラダンテュールブで、これワンドロー効果ついてるので、それでまた覚醒できるんですよね。だから、覚醒する手段っていうか、ドロー手段が結構多いので、簡単に、これになることはできると思います。よいしょ。そこら辺の相性があるので、ここ、すごくおすすめです。おすすめなんですけど、とりあえず現状は、シャイニーホール、の方が、いいかなと思って、シャニーホールの方にしてますね。で、特にね、一番いいのが、オリオティスとか刺さらないんですよ。オリオティス刺さらないから、で、シャニーホールが今までオリオティスの波に入ってたんですけどね。で、バイケンたちは刺さっちゃうから、そこをどうするかっていうと、2コストで殴り返しができるっていうカードがあるんですよ。ちょっと今持ってなかったわ アンタップしてるクリーチャーをアタックできるようになるというね、クリーチャーがいるんですよ。クリーチャーっていうか、剣がいるんですよね。ドラグハートか、ドラグハートウェーボンがね、あるんで、それをつけて、殴るとか。で、あと、こいつら、ブ
ブロッカー、重量に応じてブロッカーにもなれたり、あ、そうそうそう、ジビリこいつも強いんですよね、ドローできるカードがあったり、あとなんだっけな、あ、そうそう、こいつね、こいつ地味に強いですよ。なんでかっていうと、自分のクリーチャー全部ドラゴンにするんで自分のクリーチャー全部ドラゴンにするんで、まあ、5コスト以上のクリーチャーを入れればっていう話になりますけど、12がより出しやすくなります。はい、まあ、プリンとかも全部ドラゴンになりますだからね、結構面白い動きができるかなと思います。まあこいつを使う場合だったら逆に5コストのこっちのトンプとかの方が良くなっちゃったりするんですけど、まあこいつもあったりするから、まあ本当に非常に面白い動きができると思います。で、まああとアンタップキラーのやつですね。まああとはそうそうそう、ジャンヌも一応あるしね、まあ多分ここら辺が入ってプラスここのエビデゴラスが入って、まあアンタップキラーですね、あとアンタップキラーが入って、多分プリンが1枚か2枚どっかの枠まあちょっとここはびっくりドキ要素が大きいので、ちょっとやっぱここ抜いちゃうかなって感じで、もう1枚アンタップキラー入れて、あと2枚プリンにしようかなとかね、ブルフォアだけは入れたいので、そんな感じになるかなと思います。まあ、ブルフォアなかったら、まあ、ちょっと面白い予想でここ入れてもいいかなと思うんですけどね。で、まあ、ドラッグハートがすごく相性がいいし、まあ、あのオリオツツやエンテキかなんか効かないのが一番優秀な点かなと思います。これか、これなんだ、超次元かな、超次元か、こんな中に入ってたんじゃね、ないな、アンタップ切られずがないな。で他の候補カードですね、まず白からいっていこうかな。あ、白からいこうかな。アポカリ、盤面除去が特にないので1枚だけこいつを入れて盤面リセットするっていうのするっていう状況、まあそういった状況の場合はまあ使うかなっていう感じ で、あんまりあのデッキ解説の方で言った通りに、あんまり相手の盤面触らない、積極的に触らないので、別にバトルゾーンにクリーチャーがいてもそんなに困らないですよね。こっち逆に殴り勝てたりしますし、相手のクリーチャーが多いほど、まあ、殴ってくるクリーチャーという意味で、ね、殴ってくるクリーチャーが多いほど、こっちも展開ができるのであんまり触らないんですけど、ただ多すぎると困るのでアポカリプスでそういう時は除けるかなっていう感じで、まあ、これ入れてもいいかなと思います。で、超次元シャイニーホールの5枚目の枠として、これですね、まあ、まず第一にシャイニーホールを4枚入れた方がいいとは思うんですよ。あれはタップキレができたり、ギャラクシーを使うことによって、まあ、単体のエンテやオリオディス受けたりすることもできるので、まあ、シャイニーホールをまず入れた方がいいと思うんですけど、まあ、枠に余裕があったり、まあ、長次元もうちょっと入れたいという方はここですね。で、パーフェクトリディ、こいつはアタッカーの一つとして最初入れていたんですけど、特に、プチョヘンザですね、プチョヘンザに除けられないっていうのが強くて、別に入れてもいいかなと思っています。抜けた理由としてはちょっと最初に紹介するんだったらマイルドにしようかなと思って、多分こっちの方がね、こっちに入れると、ビートのレパートリーが増えて、まあ、まあまあいいかなとは思うんですけどね。で、あとアルカディアスですね、これちょっと別に入れなくてもいいんですけど、相手が何だろう、ループ系とかだったら、まあ、これを出して止めた方が手っ取り早いかなっていう時もありますし、まあ、シャフがあるんで別にいいんですけど、まあ、今はシャフがあるんでいいんですけど、シャフない場合ですね、枠的にちょっとシャッフルにて他の入れたいという方はこっちを1枚だけ入れるっていうのもありかなと思います。そういった場合はドラビタとも一緒に入れたいですね。あの進化元を増やす意味で。で、こいつを入れアルカディアス D もあるんですけど、アルカディアス D は光のドラゴンじゃないと進化できず、アルカディアスだったらこのギャラクシーを進化元にできるんですよね。ギャラクシー1回受け体制持ってるんでアルカディアスにはつなぎやすいと思います。アルカディアス以外だったらチャクラとかあるんですけど、アルカディアス D だったらあのチャクラとかが進化元になるんですけど、チャクラは裏返ったら普通に強いので、
普通に強い方を使いますよね。チャクラで多分使うんですよ。まあ一応こういった呪文対戦ある。まあでもあの自分のエマジェとか止めちゃうので、そういったところは弱いので、こっちは超どうでもいいです。あのリンゴさんは一遍こいつ入れて大会に出て、あの大会に出てじゃない、フリープレイとかして、呪文使う時はねこれでフルボッコにしたんですけど、まあやっぱそれでもシャフがいいかなという時が、シャフでもいいかなとかいう時はあるので、まあなんとどっちでもいいかなって感じですね。まあ、光はこのぐらいかな。あとドラグハートですね、さっき紹介したこれか。まあこういった系統ですね。次は青にしようかな。次青にしよう。縦を増やしたいので1000本、こいつは特に自分の縦を手札に加えて、それをできなくても縦は絶対に1枚増やせるので、そこが強くて、まあ、要は縦増やして使えるんですね。それが強くて、まあ、これでもいいかなと思います。で縦入れ替えだけだったらスーパーアミラルでもいいんですけど、まあ、特にブロッカー持っててワンダーチューンとワンダーチューンモーターズと相性がいいのでね、あれでもいいんですけど、まあどっちか入れたいなっていう感じはしますね。まあ、今現状ブルフォア入ってるんでとりあえず抜いてますけど、まあ、ブルフォアタップインだしちょっと光がないと使いにくいとかあるので、青単色として入れたい場合はこれやスーパーミラルを入れるのがいいかなと思います。あと、ブロッカーで、手札を切れる深海台風ですね。こいつは、黒のタイプと一緒にいるのがおすすめです。黒を採用したタイプだとあのデスゲートを採用しやすいと思うので、デスゲートと一緒に入れたいカードですね。でこいつはブロッカーなのでまたワンダーチンと相性がいいです。ね、シャッフ4枚目を入れるのも全然ありですね。やっぱりビート手段が乏しいので、それをごまかすために単体で強くてなおかつ4コストで出しやすいというのをね、入れた方がいいと思います。青はこのぐらいかな。うん、まあ、で、まあ、さっき紹介したここら辺ですね。ちょっと4コスト、4コストのドラグラン持ってなかったんですけど、4コストのドラグランも入れてもいいですね。あの4コスト圏のドラグランはね、このこいつらは、色に関係なく出すのは全部同じなので共通なので、このドラッグハートウェポンどれを最も使いやすいかとか自分の現状のデッキの色に合わせて、絞ってみたいですね。こいつら地味にパワーパンプもあるので、なるべくパワーパンプを使えた方がいいですね。同じ色のドラッグハートがあれば2000上昇というふうな効果があるんでね。で他の色が黒いこかな。次黒ですね。黒は対戦動画でも使いましたね。まずね、侵略ゼロですね。これ、あとブラックアウトを入れてもいいです。ブラックアウトも高校です。ちょっと持ってないんで申し訳ないですけど、侵略と、侵略ゼロとっていう風な感じかな。これでまあカウンター手段を増やして、それ以外に、なんだっけ。それ以外の黒としては、まあ、こういったハンデス系統ですね。簡単に使えるハンデスがいいかなとは思うんですよね。で、あとこう邪魔する系のメタカードですね。マテンやフンボ、こういったカードですね。他には、まあ、黒なんで墓地回収として、まあ、レンリュージンやリバイブホールがあるんですけど、まあ、有給入れてたらこいつは特に使うこともないので、まあ、有給がやっぱり一番優秀な墓地回収、疑似墓地回収になるかなと思いますね。まあ、リバイブはコマンド出せるんで、入れてもいいんですけどね。で黒を入れると最大の利点があってジョパンニーの対策ができるローズキャッスル、ね、で特に白って貼ったら相手は殴らないと壊せないですよね。なんで、そのために、城を入れるっていうのも全然ありだと思います。相手をもう無理やりにでも殴ってこさせる。で、殴ってくるんだったら、トリガーが来る確率もそれなりにあるので、このデッキ結構、トリガーも普通に多いので、16枚かな ?16 枚。まあ、言うて16枚ですけど、まあ、それなりにあるので、まあ、これを貼ってきてワンチャン殴ってもらえるように。とかね、するのもいいと思います。まあ、あとこれを貼ることによってまたワンダーチューンとローズキャッスルによって、まあ、相手のクリージャーと自分のクリージャーのパワーラインがドーンと開いてっていうことも
あってね、自分のクリーチャーが除去されにくいとかいう状況も作れたり、あとまあ12がプチョヘンズ効かなくなったりもするかな、そういったことがあるので、黒を入れるんだったらなるべく入れたいカードですね。であとまあデスゲート、あとこれ面白い要素なんですけどイモタルブレードですね、これ何が面白いかというと、相手のクリーチャーがアタックしたでハヤブサでブロックした、ハヤブサでブロックした、その時に、バイキング出しますよね。で、自分のハヤブサ戻しますよね。一応バトル発生しているので、イモタルブレードの対象が作れちゃうんですよね。バトルにスレイヤーの効果でバトルのあたり破壊っていうのが確かできたと思うんですよ。今の最低あんま調べてないですけどね。何か興味がある人はこれちょっと調べてみてください。もしかしたらこれができるかもしれないのでまあ入れてもいいかなと、それができるんだったら入れてもいいかなと思いますね。今バトルのなんか最低が結構鮮明になってるので多分調べたら分かると思うんですけど、でまあでもそれができたところでこいつ入れるかどうかっていうのは微妙なんですけど、まあそういったことができるかもしれないので、まあ、入れてもいいかなと思いますね。であとはレインボーですね。よいしょ、まあ、レインボーって言いながらフンボー紹介しちゃったんだけどレインボー、まあこれも黒を入れるんだったらっていう話で、まあ、クイーンアリカディアスですね。クイーンアリカディアスは進化元が結構豊富なので、まあ場合によってはサンフェストとか進化元になったりするし、他には何だっけ、他にレインボーが特にないんですけど、まあ入れればいいので、こういったカードをで、特にこいつはね呪文は積極的に使っていくデッキなので、まあ、こいつを入れるだけで、まあ、ブロッカーが盤面にあって、でなおかつワンダチューモーテスが入れればそれだけでもう簡易的なバイケン出す準備ができるのでね、それだけで、使えるカードなんで、まあ、ここら辺はねセットで入れたいんですけど、まあ、こういったのを入れるのもいいかなと思います。であと青が結構たまりやすいので、キューブリックを入れるのもありかなと思います。で除去の一つとしてダーナルトラップ、まあこれはねやっぱり何でも除去できる、進化以外ですけど何でも除去できるので、普通に入れるのが無難かなとは思うんですよ。で、ホワイトグリーン、これは12から唱えれるので、まあ、ブルフォア以外の選択肢として入れています。でなんかこうやむなく有給とかを無駄に置いちゃうとかあるんですよ。でそうなるとすごく使いにくいというか、まあ、有給がないからデッキが回復できずデッキを回しにくくなっちゃうので、まあ、そういったことをなくすためにっていうためにもあります。で有給マナザーンに置いたら自然確保できるので、普通に素で唱えれることもあるんですよね、だからまあこいつを入れるのもありかなと思います。まあ手打ちしやすいブルファの方がやっぱり優先順位は高いですけど、まあ、どうしてもマナ回収を視野に入れたいなっていう方は入れてもいいかなと思います。であとは、まあ、他の革命チェンジですね。テレビ以外の革命チェンジですね、ベルファーレ、まあ、盤面固定ですね、ミラクルスター、これは相手の、呪文を封じる手段ですね、まあ、ラフルでも同じですね。でここのまあ明確に違う利点は、ラフェルルはその後のアタック全部呪文潰してくれます。ミラクルスターはダブルブレイカーです。これが、それぞれの利点ですね。12で殴ってトリプルブレイクした後縦は2枚しか残ってないですよね。まあ、もしくは、ラフェルルから殴ったら、あ違うな、もしくはじゃないな、12から殴ったら縦は2枚しか残らないですよね。でラフェルルの場合は先に1打点殴って12で3枚殴ってあと盾が1枚残るんですよ。でそうなるとクリーチャーが2体必要なんですよね。でまあラフェルの場合はちょっと打点を多く用意しないといけなくなっちゃうんですよ。で元からバイケン2体とか並んでたら12とバイケンだけで盾全部割り切れるんですよね。まあ、それを盾全部割り切れるのにしないっていうことをするのがラフェルなんで、そこはちょっとデメリットになっちゃうんですよ。まあ、その代わり、1回のアタックでトリガーを踏む確率はかなり落ちるんですけど、まあ、呪文トリガーだったらゼロにしてくれるので、それを封じてくれるのがメリットなんですけど、ちょっとここは打点的な問題ですごく採用するのが難しいかなと思います。でミラクルスターは、まあ、今言った通りに
ダブルブレイカーなんでちょうど割り切れるんですよ、トゥエルブと一緒に殴っても。まあそこが2点ですね。でまあベルブファーリは盤面をロックしたいっていう時、まあ、アポカリと似たような感じですね。どうしてもちょっと盤面を封じておいた方がいいなっていう状況があるので、まあ、そういった時のために必要、うん、な欲しいなっていう時があります。だからまあここもあれかな、家でもいいかなと思いますね。まあでもここら辺全部入れるとしてもピンピンピンとかですね。でなるべくこれ全部採用して12少なくしたらっていうのはそれはそれで弱くなっちゃう、あのカードパワーが低くなっちゃうので、まあ入れるんだったらどれか2枚を1枚ずつとか、まあ、どれか1枚を1枚とかね、入れた方がいいかなと思います。まあ以上かな。あとまあ長次元ですね。さっきドラグナーの説明したんで、長次元の説明ですね。まあ候補カードっていうか結構ねいろいろあるんですよね。これもあとタッチャタッチャかな、タッチャタッチャですね。ちょっと多めです。まあ、どれ抜くかっていう話なんですけど、あとジョンこいつもね、あとなるべく入れたいのもここなんですけど、候補カードはこれでどれに絞るかっていう感じですね。でジョンは定力から超次元唱えられてこうできるんですよ。で終了時ね、これね、これできるのですごく優秀で、まあ、ただちょっと相手の的に重火カードがね割と入ってるっていう場合は、これの場面になるので、もしもねジョン入れるんだったら本当にタッチャの代わりに入れるっていうよりかはタッチ2枚の枠に追加して入れるっていう感じなので枠さらに圧迫するんですよね。だからなくてもいいんですけど、でまあこれできたらまあ強いよねっていうことで、別にあってもいいんですよね。うん、まあただね、ジョンタッチするのはね、青白シリンダーのタイプとかだったら普通に盤面が小型の盤面が並んでちゃんとこれが3回目にアタックできたりとか、まあ、3回目のアタックが発生するようなデッキで採用したいんですけど、このデッキはちょっと微妙なので、まあ、なくてもいいかなとは思うんですけどね。まあ、でも、ね、タッチはなるべく採用したいと思います。で、ユリアマティーンをまあブロッカーとして使えるので、なるべく入れたいなとも思うし、でシャイニーホールでこっちがすぐ出るので、で結局こっちもどっちもどうしてもねブロッカーでワナチェンモータズと相性がいいっていうこともあって、こいつもなるべく入れたいですよね。でブーストグレーンは、オリオテス受給を入れるのでこれは入れないといけないんですよ。はい、でギャラクシーも候補カードだ。ギャラクシーもなるべく入れたいんですよ、軸カードだから。であとドラビタ、これも12と一緒に出せば簡易ロックができるので入れたいんですよ。でチャクラ、これは打点として普通にシャイニーホールを唱える場合は優秀なので、特にシャッフルと一緒に、搭載したら、まあ、盤面出せたらなかなか返しにくいのでこれも入れたいんですよね。はい、でパンツァ、これは回らない時っていうか普通に盤面が構築している時にこいつは出さないといけないという時があるのでこれは必須なんですね。でプリン、ウルフ上がるんで必須なんですよ。で、ユリアマティーニ、これはホーリーの返しに使えるので、なるべく入れたいところですね。で、テムス、これはあれですね、チャクラを出してしまうとチャクラをね出してしまうと勝手にこっちになって、こっちって12と革命チェンジできないんですよ。これ裏返って手札に戻らないので、革命チェンジって手札に一旦戻らないと使えないんですよ。なんで12使えないですよね。でだから12使うんだったらこっち出さないといけないので、12用でこれはな入れた方がいいかなと思うので、まあですね、どっちも、入れたいなって思うんですよね。こっちもまあ入れたいなって思うんですよね。だから入れたいのはここ、あこれ、入れたいのはここかな、これもそうかな、入れたいのはね
ここら辺かな。で、これ必須かなと思います。除去ですね。まあ、これはもう基本的に除去として使います。パンツァーは、硬直状態を打破する手段として、一番悪いのが回らないっていうことなんですよ。回らないのが一番悪いので、そのためにこいつは入れないといけないので、入れます。で、プリンはブルフォアの関係上入れます。ブルフォアなかったら別にいいんですけど、基本的にはあった方が、それでもあった方がいいカードだと思いますね。はい。で、他のカード何入れようかってなるとすごく難しいんですよね。で、多分ね、トゥエルブとの相性でドラビタは入ってきて、で、打点的な意味でこいつが入ってくるんですよね。で、あともう何入れようかってなると2枠しか入ってないのでこれかなってなっちゃうんですよね。で、もしくはタッチャブル1枚抜いたらおのずともう1枚抜けてくるので、あとそう、もうこのあと2枠しか入れない時点でジョーも入らないですよね。最初見た通り、これかこれの選択肢が欲しいので、ジョーは入らないですよね。まあ、であと他に入れるとしたら、まあ、タッチャタッチャ抜いて、まあ、ユリア・マティーニと、まあ、こっちですね、ユリア・マティーニと、セント・アベマリアかなと思いますね。まあ、これはまあやっぱ現環境クロックじゃなくてホーリーの方も増えてるから、でホーリーはね12で制限できないので、その対策としても使わないといけないんですよね。まあ、手札にハヤブサあればいいんですけど、赤黒デッド、赤黒デッドが流行ってたりする環境だと、あのハヤブサ握っててもハンデされたりとかいうこともあるので、いや、まあ、そういった時はこいつで、バイキングにつなげないといけないんですよね。まあそれでもね、あのブラックサイコとデッドゾーン両方とも逃げれてたらしょうがないので、うん、しょうがないというか、突破されてしまうので、まあ、これじゃなくてもいいんですけど、うん、だからまあこれか、うん、これかこれかなっていう感じですね。まあ個人的には殴りたいので、あの2打点揃えるのすごく難しいデッキなので、まあ、これだったら簡単に2回2体クリーチャー展開できるし、まあ、あとオリオティスも刺さりにくいし、多分オリオティスに刺さりにくいというか、あのオリオティスで多分刺さらないので、うん、まあ、これが無難かなとは思うんですけどね。うん、かな、まあ、正直はこのぐらいかな、正直はこのぐらいかなって言って、はい、というわけで今回はですね、候補カードだけの紹介ですけど、以上で青白カウンターですね、青白ワンダーチューのカウンターですね、のね、紹介と解説をね終わりたいと思います。お疲れ様でした。さよなら。